皆さんこんにちは。波岡チャンネルへようこそ。波岡ボンバイエーです。今日はですね、奈良岡工大のシューズについて、少し触れたいなと思います。まあ過去に履いてたシューズは今度まあ念を追って、お知らせしたいと思いますが、今現在使っている履いているシューズはですね、これですね、ヨネックスの 65Z2 なのかな、こんな感じです。で、これの前もこれのオレンジのやつだったんですけども、まあ一時足がちょっと小さい頃ですね、ワイド気味なのか、そういうワイドのシューズも履いたことがありますけど、今はこれで、プレイしています。それでですね、シューズの、まあ、寿命というかどれぐらい持つかっていう、ことはですね、まあ、その大会の頻度にもよりますけども、まあ、短い時で2週間ですね。このシューズも先日のアジア団体戦で履いたんですけども、その前1週間ぐらい前に履いてアジア団体戦行って、で帰ってきたらなんか先っちょがこんななっちゃってましたね。でコートマットを、まあ、国際大会は使っているので、その国によってコートマットの性質も違ったりもするし、すごく止まったり滑ったりということもあってですね、この、まあ、蹴りはもちろんなんですけど、このアッパーの部分ですね、この辺がもうゆるゆるになっちゃって、足をホールドしなくなっちゃったりするので、まあ、結構早めに変えるんですけど、まあ、1ヶ月に1足ぐらいのペースだと思います。まあ、時期によっても本当違いますけど、だから、大会行くときはスペアのシューズを持って行ってます。それでですね、まあ、シューズはもちろんそうなんですけども、この、故障が続いた年がありまして、その前からいろいろこう、インソールとか試してたんですが、なかなかこう、思うようなインソールが見つからなかったんですが、まあ、最近っていうか、まあ、ずっと今こう使っているインソール、こんな感じです。作ってもらって、まあ、ここにフュージョンプロ奈良岡って書いてますけども、足型を取ってですね、まあ作ってもらってて、まあ、何特徴的なのがやっぱりここだと思うんですけど、ここ高いですね。こう高いことによって足のこうブレを抑えたいっていうのがここのメーカーさんにはあって、まあ希望をちょっと叶えてもらって、これを最近はずっと使っています。まあ今まで使った中では結構いいって本人が言ってますし、ちょっと硬いんですね。特注してるんですけども。で、その、これが硬い分、このクッション材、ちょっとこれ汚れちゃってますけども、このクッション材もここのメーカーさんのやつで入れて、まあ、シューズにこう、こういう風に。入れて、まああとはサイズが合っているのでこのまま入れて、そのまま足入れて使っています。まあ、こんな感じに、まあ入っちゃうと全然わからないんですけども、まあまああの固めのインソールを今履いています。まあ、当然クッション材入れてるんですけど、でそのメーカーさんはこうですね、フュージョンフレックスプロなんですかね。ぜひ試してもらえればと思うんです。奈良岡工大を履いているのを見て、というと、もしかしたら何かあるかもしれませんね。で私なんかは市販品入れてます。特注じゃなくてこういう。見ますかね、はい、フュージョンフレックスって書いてますけども、
ここのメーカーさんを使ってシューズを履いています。まあ、ここのメーカーさんのホームページをこの辺に入ってると思いますので、ぜひ問い合わせをしてみてください。ちなみにあのここのフュージョンフレックスの担当者さん、山下隆二さんって言います。山下さん宛てにメールか電話をしてですね、波岡チャンネルで奈良岡工大のインソール見たんだけどもって言うと、うーん、まあ、私は決められませんが素晴らしい笑顔かな、それと割引かな、ちょっとわからないんですけども、もし興味のある方いたら問い合わせてみてください。はい、年間そうですね、シューズは13、4ぐらいいってるのかな、まあ、その時によりますけども。でこのインソールは、高台で1年間で2回ぐらい買えるのかな、2回、多分普通の人だと全然1年ぐらいは全然持つと思います。結構丈夫にできているので。で母体となっている会社さんが医療メーカーさんなので、まあ、物もしっかりしてると思うので、ご興味のある方はぜひ問い合わせをしてみてください。まあ、今日はちょっと短いんですけど、奈良岡工大のシューズですね、今履いているシューズですね、を紹介しました。また機会がありましたら、今まで履いたシューズとか、お見せしたいなと思いますので、ちょっとこう揃えて撮影してみてやりたいと思います。まあ、今日はシューズについて少しだけお伝えしましたが、まあ、また何か質問とかあればコメント欄に入れてください。まあ、あのちょっと気持ちが弱いので、プレッシャーのかかるようなコメントをに、泣いちゃうかもしれないので、なるべく皆さん優しめにお願いしたいと思います。今日もありがとうございました。